皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生の社会、日本の国土と世界の国々の内容です。今日はその2時間目です。動画の途中で考えたりワークシートに記入する時間がありますので、一時停止をしながら取り組んでください。前の時間にワールドツアーでいろいろな国に行ったと思います。日本はいろいろな国から見るとどこにあるのか、今日はそういった勉強をしていきたいと思います。まず前回の授業の最後に、日本からいろいろな国までの距離はどれくらいだろうという疑問が湧きました。まず地球儀を使って日本からいろいろな国までの距離を測ってみたいと思います。距離の測り方なんですが、地球儀のある人は地球儀を用意してください。それとこのように紙テープを一つ用意してください。もし用意できない場合には、学校に登校した時に学校の地球儀や紙テープで実際にやってみてください。では先生がまず距離を測ってみたいと思います。前回ワールドツアーでエジプトに行きましたね。日本からエジプトまでの距離を測ってみたいと思います。この紙テープなんですけども、地球儀の赤道に当てて一周させます。この紙テープの長さは地球儀の赤道の一周分の長さになります。この紙テープを4回半分に折ってください。このようになります。そうすると折り目がつきますので、その折り目に線を引いたものです。赤道の一周の長さは約4万キロです。つまり、この紙テープ1本分の長さは4万キロになります。それを4回折ると16等分に分かれます。つまり、この1つの目盛りの長さが約2500キロメートルを表します。これを使って日本からエジプトまでの距離を測ってみたいと思います。まずテープの端を日本に当てます。それから行ってみたい国、今回はエジプトになりますので、エジプトまでまっすぐに伸ばしていきます。ここがエジプトになります。つまり日本からエジプトまで目盛りで4つ分になります。つまり日本からエジプトまでの距離は2500キロの4倍、約1万キロになるというふうに求められます。一目盛り2500キロメートルですので、日本からエジプトまでの距離は2500キロかける4目盛り分、約1万キロというふうに求められます。皆さんも行ってみたい国ありましたら、この紙テープと地球儀を使って実際の距離を求めてみてください。では地球上での位置の表し方について勉強していきましょう。地球儀や地図には縦の線、横の線などが引かれております。この縦の線や横の線を使って地球上にある地球上の位置を表すことができます。この縦の線を緯線、横の線を経線と言います。教科書10ページに図が載っていますので、そちらを見てこの経線と緯線をについてまとめてみてください。それではワークシートの方に記入をしてください。
できましたか？それでは先生と一緒に確認していきましょう。まず緯線ですけども、地球儀や地図に引かれた横の線になります。同じ緯線上にある国々は緯度が同じというふうに言えます。この、緯線ですけども、赤道が0度となります。赤道は0度の緯線になります。赤道よりも北側が北緯、南側が南緯というふうに言います。経線です。経線は地球儀や地図に引かれた縦の線になります。同じ経線上にある国々は経度が同じというふうに言えます。ロンドンを通る経線は0度の経線となります。この0度の経線よりも西側が西経、東側が東経というふうに言います。それでは日本と同じ緯度、経度の国々を調べてみましょう。持っている地図帳などを調べて、日本と同じ緯度の国、それから日本と同じ経度の国の名前を書き出してみてください。それでは始めてください。できましたでしょうか。では地球儀を使って確認していきたいと思います。日本がここにありますね。まず日本と同じ緯度の国を調べましょう。緯度というのは横の線が同じ国々でした。つまり日本の緯度と同じ国々はこのように横に見ていけばわかります。西側に行くと中国、さらに西側に行くとトルコ、さらに西側に行くとスペイン、そしてアメリカ合衆国などが日本と同じ緯度になります。それから同じ経度の国を見ていきましょう。経度は経線で表されます。日本と同じ経度の国は日本の上、それから日本の下をそれぞれ見ていけばわかります。まず日本の上側を見ていくと大きな国ロシア連邦があります。下側に行くと、はい、前回やりましたオーストラリア大陸のオーストラリア、それからインドネシアやパプアニューギニアなんかも日本と同じ経度の国になります。皆さんはそれらの国を書けましたでしょうか。他にもいろいろな国があると思います。実際に地図帳などを使って調べてみてください。ではまとめていきたいと思います。今日の勉強の振り返りをしたいと思います。括弧の中に当てはまる言葉を教科書や、ワークシートを見直しながら記入してみてください。書けましたか？それでは先生と一緒に見ていきましょう。まず地球上での位置です。地球上での位置は緯度と経度で表すことができます。経線は経度を表し、北極からイギリスのロンドンを通り南極まで結ぶ線を経度0度とします。で、その東側を東経、西側を西経というふうに言います。緯線です。緯線は緯度を表し、赤道を緯度0度とします。その赤道の北側を北緯、南側を南緯というふうに言います。このまとめの部分しっかり押さえてください。それでは、この時間の授業はこれで終わりになります。